うもタイガーです。お疲れ様です。皆さん、こちらを見てください。こちらを、どこ行った ?32、いた。アビさん見たいっすよね。見たいですよね、アビさん。射程距離が少しアップする。あのね、結構変わるんですよ。射程距離がアップしたことによって、スキル発動するまでに、間に入らなくてもスキル発動できる。それ、さらに、相手との距離が離れてる状態からスキル発動してくれるから、より後ろに下がってくれるんですよ。なんで、ほぼ食らわずにループできるっていう。アビさんは強かったっす。個人的に裏引きは、って感じだったんですよ。個人的にはね、個人的な感想では。でも、アビさんは、強いなと思った。まあ、強いけど、まあ、ソロ向きかなって言われたら、なんとも言えない性能。マルチだったらありかなと思いまして、今回は使っていきます。よかったら皆さん、最後まで、ぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。お相手、両方ともフレンドですね。誰だろう?ちょっと名前見てなかったな。結構前半にゴリゴリ使って圧かけてコストとキャラ数を奪っていく。これができるとかなり熱いんじゃないかなとは思うんですが、まあスライム引いてるのはラッキーだな。ああ、天帝とモノクマ先生ね。アビ持ってます。オッケー。じゃあチビクロ任せちゃおうか。ユカリンがあそこに一発撃つかどうか。撃たないかな。掘っていく。素晴らしい。さあ、早速ね、ブルドラ行って圧かけに行く。ナイス。ドーン。いいダメージ。とりでもゴリゴリに削ってもらいたいところ。さあ、ロケットランチャーでダメージ入れていく。まあ、軽いですけどね、このダメージって。ただ、すごい狩られてしまいますが、レドラがいるので、レドラで一緒にやりましょうか。よいしょ。ドーン。カタパルトもいたと。オッケー、ナイス。ここはね、スライムがいるので、スライムで見ましょう。そして、あの上のラインだけちょっときついんですが、どうしようかな。グリフォンはこれで見切ってるはず。ただ、あの前のグリフォンはきつい。よいしょ。これ一発入れたのはでかい。ただ、グリフォンはきつい。さて、ちま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 ダメージは稼いでいくが、悪くはないとは思うんですけどね。対空がないのが気になるところだけど。あ、でも、やってくれた。オッケーオッケー。やってくれてはいるね。さあ、ここは、壁は奥。ラストスライム置いて、ちょっときついぞ。コストがないんだよね。もうそこ守れない。で、特殊部隊がさっきも言ったようにあんまり前に対して意味がないと思うので、あ、ずれた、ずれてないね。 OK、 ナイス。ハーピー、この後の特殊部隊が微妙なんだよな。ユカリンがまだハピーも、ハピーじゃない、メズニカホーク受けないですね。なんかロケットランチャーでめっちゃ後ろ行ってるのはわかるんだけどさ。果たしてこの後がどうなのかって感じ。だって。どうかな?全然画面が見えてませんが。何度か見切った。まあ、前半に結構バンバン使ったけど、まあ、それでもやっぱあれだけ残るからね。ちょっとね、勝ちに行けないのからだけど、まあ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 、悪くないでしょ。さあ、大型をね、今一回変えました。レドラだったんですけど、レドラにしました。ちょ、ユカリンからコストが重いからキャラ変えてくれって、怒られた。まあ、やることは変わんないですね。基本的には後出しで、レドガが、大型に当てなきゃいけないもん。前まではね、中型に当ててから、中型に当てて、そのまま放置してってのもね、良かったんですけど、今ね、引っ張られたら結構すぐやられちゃうので、青玉作らずに。大型に絶対当てなきゃいけない。
さあ、ウサギ。取れればオークがいるんですけどね。取れないですね。そしてまさかのいきなりあれが出てきますが、それはね、全く問題ない。さあ、2体いっちゃう、これも。ボーン、ボーンと、そう、スライムに当たってもらっても、やっぱそこ届かないんだ。へぇー。スキル打たねえな。リーダーなのに。あ、オッケーオッケー。それでかい。あー、どっか行き上がった。あ、いいダメージ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 入ってる。あ、これ狩られちゃうな。打たないと。おお、すごい、なんかバシ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 やってる。よくわからんけど。ドーン。ただ、オッケーオッケー、寄ってくれるよね。よしよし、いい感じ。そこはいい感じ。問題その後。問題はね、その後っていうの理由だけど、対空がねえんだよな。コストもねえし。青玉あったからいなかったかな。あらあれ、ムチャホー、いいダメージ。ダメージこっち入っちゃってるんで、カマキリ飛んでくるのでかい、偉い。それはマジで偉い。さあ、ムチャホー強い。こっからっすね、こっから超えられないと、やばいけど。もう一発ムチャホーいけるか、もう一発は無理か。さあ、カマキリ引っ張ってくれる。両方引っ張ってくれるんでかい。どんどん圧をかけていってほしい、カマキリ先生。どんどん砦も狙ってほしい。ゴリゴリにあのカマキリ使いまくって。流しまくって。流し流し流しの繰り返し。トロールもいるんで、トロールも早めに行きたい。裏に行っちゃおうかな。あの下のラインエルフいるし。めんどくさいですね。早めにどんどん攻めていってほしい。トロールも行っている。カマキリも前に行っている。さあ、行けるんじゃないの？ナイス。うちの特殊部隊は？あ、ここにいるわ。もう自分のキャラがどこにいるかわかんねえもんな。もはや。あー、このアローリンがめんどくさいですね。11だから取れちゃう。あ、でもいってるいってる。あー、すごいな、範囲がやっぱ落ちるんじゃないこれ、もしかしたら。おお。特殊部隊なんかしたって感じは全くなかったけど、まあ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 勝ったんでいいでしょう。いや、うまっ。あ、そうかそうか、今回あれか、春夏秋冬リーグか。よし、やっていきましょうか。まあ、そうっすね。評価的には別に壊れたりとかは絶対してないと思う。さすがに壊れとかはないと思う。あるとしたら情報。おっと、春。これ確かね、リーグポイント何倍だっけ ?3 倍じゃないの確かだけど、これめっちゃうまいはずだよ。勝てれば。勝ったら3倍だった気がする。さあ、オークもいるんでね。オークもハーピーもいるから、守れるよ、と。大体おこう。さあ、一応撃ったけど近すぎる砦の配置が。バイクロバル早っ。マジ？じゃあレドバいっちゃおう。 OKOK、 青玉作ればもう何でもいい。これ殺されるけど相手の兵団もだいぶ勝ってくれるだろうし問題ない。いよいよ、全然いい全然いい全然いい、十分でしょ。相手だいぶコスト使ってくれるからね。それは聞いてないけど、あれはちょっとやだな。あ、ナイス。さあ、バンバン行こうか。さあ、来た。ユカリンが。ブルを出している。さあ、裏にコストはないが、ユカリンコストないかな、もしかしたら。うん。取られてはし、取られてしまってはいるが、攻め急いだかな。まあ、多分大丈夫。こっちもまだ。先にダメージ入っちゃっても。ブルもね、トロールも、あ、これブル止まる気がする、俺。またあそこでブル詰まる気がするわ。そんな気がする。嫌な感じする。ハッピー強えな、変わらず。
よ。これミリオネ入らないんで、まあ、頑張ってまいりましょう。うわ強っ、もしかしたらほらブル詰まるんですよね。これ良くないよな、ほんとかわいそう。そう、あれネズミで見てほしい。もうない、見えるキャラが。チビブル、オッケーオッケー、チビブルでもオッケー。取ってもね結局止まっちゃうんですよブルは。まあ砦で前に来るキャラを撃ってくれればいいかなってぐらい。トロールが止まってないですね、ずっと。やっぱ強いな、ハーピー。エジ4をそうしちゃう。うん、まあ、あのヘジホーカイ音波入ってるんで放置しましょうか。ダメージ稼ぐの遅いでしょうし。で、ロックマン。お、なんか特殊部隊強いのかよくわからんけど、2体残ってたわ、最後まで。ナイスナイス干渉。おい、ハル干渉マジうまいぞ。これはうまいでしょ。さて、うん、おいしい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 。いいね、いいね。やば。やば。3倍。1350ポイントやべえ。続いてやっていきますが、特殊部隊をどううまく使うかなんですけど、あ、スライムはいいね。やっぱコストが重い。3コスで壁にならないから、壁キャラを置かなきゃならなくて、2倍にコスト使ってますね。で、スライムは役立つ、絶対に。ただね、兵団が怖いな。兵団どうしようか。ペンギンだった相手。これ両方打ってくれたのでかいね。ありがとう、美味しい。よいしょ。特殊部隊早速行きましょうか。アーツかけてけ。ミドルも行く。特殊部隊、いやー、あれやだな。まあでもあれは剣士1本で見れるからいいでしょう。あ、考えも同じだわ。座標全く同じだし。タコは倒していく。ペンギンめちゃ流れてきますが、ペンギンはね、怖くないんですよね。問題ない。OK、倒していく。素晴らしい。あ、ナイス、中堅士。じゃあそれ任しとこうか。さあ、ブルーが出てくれたので、レドが行きましょうか。さあ、兵団構えてくれてますが、関係ないですね。で、こっちはサイクルガードを倒すために来てるので、余計な他のキャラを切ってくれるならば、全然ありがたい。よし。おお、すごい、それ素晴らしい。そこまで下がるの？いい仕事するじゃん。おお、撃る素晴らしい。ナイス。さあ、いい感じですね。これも無理でしょ、相手。あー、てか、切らないと。余っちゃうわ、特殊部隊。どんどん来てけ。圧かけてけ。流してけ、流してけ。どんどん流せ。フリースベでいいから、どんどん流したい。エルフィル。ドーン、ドーン、ドーン。いいぞ、いいぞ。特殊部隊めっちゃ余ってんな。めちゃくちゃ余ってんな、マジで。いいぞ、いいぞ。ゾンビも出てくる。ゾンビがそれ倒せるか頑張れるかどうだ。かなりね、ウイルス成功しづらくなったらしいんですけど、実際どうなんですかね。落ちちゃいますね。まあ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 、いいでしょう。いや、で、開幕なしの特殊部隊がずっと残ったんだけど。え、これだって戦場何体の特殊部隊？ 1?2? あ、でも今2体か。1体死んだのかな。ケドラ殴った特殊部隊がやばかったですね。ずっといた。さあやっていきましょうか。お相手が、チビクロリーダーとカタバリーダーで、フレンドでしたね、両方とも。多分、モノクマデンデケペアかな。わかんない。どうだろう。オックルがいるから、カタパルトは、あ、やっぱそうですね。カタパルトには撃てますが、あ、ビートルもいるわ。チビクロはビートルでやれますね。トロール持ってます。オッケー。
じゃあガンガンゴリゴリいっていこうか。早めに特殊部隊出して、この特殊部隊がねどう働くか分かりませんが頑張ってもらいましょう。くる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 、ドーンドーンドーン。さあおならナイス。さすがに大型戦に混ぜたらダメかな。あ、倒したのでかい、それ倒したのでかい。あー、その一発が痛い。おー倒してきた。まあいいんじゃない。あ、取るよ、止まってない。それがちょっと困ったなって感じだけど、これは一回止めて、ナイス。ハーピー強い。さあここでナイス、ガッツ素晴らしい、タイミング完璧だ。分かったね、カリン、絶対に素晴らしいわ。さあナイス、素晴らしい、いいね。でも砦前はね、ネドガがいるので大丈夫でしょう。でもトロールも止まってますね、ダメージいっぱい入ってるので。何がダメージ入れたんだろう、ちょっと分かんないけど。え、ガッツめっちゃ頑張るじゃん。特殊部隊いきますか。やっぱ大型戦に巻き込まれるとすぐ死んじゃうので、そこをねうまくできるといいなっていう印象、今使った感じ。さあくる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 、ストーンストーンストーン、いいダメージは入っている。さあここでまたスキルでロックバックバックしてほしい。くる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 、ストーンストーンで、よいしょ。ラッシュコイルを入れてはいますが、くる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 、トーントーントーン、まあ、これやられちゃいますね。問題はね、これがよいしょ、無双を入れていく。さあこれでね、落城狙いたいんですが、重いかなあ。取った、あべ、足はもったいないかな。いけるんじゃないか。ただ多くの火力が低いのが気になるところですけど、全然いける気はするんだけど、どうだろう、無理かな。あー惜しい、守られたわ、さっきのアシュラだわ、ごめんなした。取れることをちょっと信じてよかったかな。あ、まあでもいいでしょう。いや、ガッツのタイミング完璧でしたね。スキル打てばカタパに行ってしまうスキル、あの位置でカタパからの攻撃を、レドガが回避。さあまた当たりましたね。チビホワに変わった。チビホワとカタパ、まあカタパ倒せるキャラはとりあえず引きたいなといったところ。レドガはねカタパ苦手なので、いないな今回。ちょっと札悪いですね。まあユキンコが一応チビホワに対して少し強めだけど、カタパに駆られてしまうっていうところかな。よく引くな。ユカリ優先枠にしてんじゃねえか俺。第2を取れれば美味しい。第2は取れず。おー、ウンチャホー強いね、素晴らしい。トントンと。さあ1体だけにしておこうか。解けろ、ここでな、スキル出ないとな。打たないな。ナイス。カタパ来るかなと思ったけど、カタパは来ない。カタパも来ないし、ブルも打たない。リーダーじゃないのか今。そうか、リーダーではないのか。ちょっとチビブル2体いると置きたくないですね、レドが。あ、でも倒してくれたな。じゃあ行くか。そこは倒したけどコストがちょっときついな。これね、一応ね、対空攻撃できるんですよね。
さあくる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 。ただチビフォアが重いぞこれ。ナメコがいるせいでチビフォアがめちゃくちゃ重い。預金庫をね置いてもね潰されてしまうんですよね。シン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 言ってますが、預金庫そこでスキル打つぞお前は。ここでスキル打つべきなんだぞマジで。そこは守れないな。押すとがない。よいしょ、リビルは置きましたが、うん、倒してほしい。 OK、 ここは倒してくれたが、押すとかないな。迎撃がないですよね、ユキンコしか。こういう時ハービー結構強いんだけどね。ああ惜しい。さすがにあの軍団は無理か。ユキンコもね最近やたら強くなってて、雪玉の火力はやっぱ高いのにもかかわらず、まあ、すごい頻度で作ってくれるんで、大型とかをね横差しで倒せるのは強いですよね。ほら、これ、あとね、死んだ時もね、雪遊び発動すれば、死んでもね、取っとけるのがいい。もう、雪遊びって文字が出た瞬間に、雪作られる直前でも、文字が出るのがいいですね。もう、文字が出るのは。雪玉が発生するのがいいですね。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。今回やっていたのは、こちら、アビさんの、レオン、まあ、レオン。特殊部隊。です。バイオコラボ。もう射程距離アップしてすごい使いやすくなったよ、なってる。これが通常時だったらマジで通常時クソ強いのになとは思うけど、さすがにこれが裏でこの状態だったらちょっと強すぎるなっていう案件。まあリーダーだからこそこの性能。まあでもリーダーでこの性能でも壊れてはいないかなとは思います。まあ上手い使い方がもっと見つかればまた話変わるかもしれないけど、多分、どうなんだろうな。今の現状は何とも言えないかなっていったイメージです。はい、というわけで今回もねご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。